神林ホテル千住閣は、長野県下高井郡山の内町の神林温泉に、ある高級ホテル。長野電鉄市会社の超電ホテルズが運営する。滋賀高原の玄関口、神林温泉にある、老舗和風ホテル。本館、離れと、二つの日本庭園からなる。後続の利用が多い高級ホテルである。 滋賀高原を開発した長野電鉄創業者、上津藤平が開発第二拠点として、神林温泉に着目。もともとあった旅館、千住閣を買収し、遊園地、温泉プールなどを整備して開業したのが始まりである。当時から和風建築にアールヌーボー調の表現を取り入れた和魂要塞の宿であり、現在にもその空気が引き継がれている。エントランスを、 赤松の庭園から、本館戦前から、多くの文化人が集った宿らしく、ロビーをはじめ館内には、至るところに、様々な書画が飾られている。以下に、ウィキペディアにおいて項目化されている作者のみ挙げる。株式会社長伝パークリゾートは、長野県下高井郡山の内町に本社を置いていた、神林ホテル千住閣の旧運営企業。長伝グループの参加企業で、 長野電鉄の完全子会社であった。長野電鉄ホテルチェーンの内市が高原地区三館の運営を担う会社として設立されたが、うち一館はグループ外に売却され、一館は閉館となった。そして唯一残った事業である、神林ホテル千住閣の運営も、2017年の長、電グループ再編に伴い、 当社と長野電鉄株式会社の共同新設分割により設立された株式会社超電ホテルズに移管した上で解散した。ありがとうございます。